おはようございます。ティダット回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、なんかね、外がすごい雨なんだわなんかね、朝起きた時からなんかすごい風と雨でさ、うわーってなったの。もう庭バーなってんの。庭っていうか、もうそのベランダ、うん、ブワーなってんの、本当にだから起きた時にびっくりしたよね。今ね、また止んでる。で、なんだったら海側は晴れてるんだよね。だからまあ局地的な雨のこの天気予報を見たら太陽と風がずっとパッて出るのうん、まあたまにはね、最近晴れ続けたしね、雨もいいもんですよねと思います。まあちなみに私はね、ちなみにですねなんだ今の語彙力がどんどん低下していくのがわかるわ動画って難しい。この動画すごい前にやったかもしれませんね。炎の戦士サイム岩飛び悪魔。そう、わかる人はわかるでしょう。森レンタルチームです。来たぜ280、まあ、200ぐらいの時を超えて森レンタル再び、いざ勇敢森レンタル。森レンタルチーム自体はまあちょこちょこ主人公入りでまあ動画で紹介してたと思いますし、ハヤブサの剣、シールド構造、炎の戦士というね、森レンタルチームは僕の中のお気に入りにはなるんですけどね。今回モンスターマスターでの森レンタルです。はい、森レンタルって言いますらね、まあ簡単に言えば戦闘開始時に勇気が溜まった状態から始まる。ただ対人でたはいいんだけど、これね、実はちょっとした問題がありまして、バトルモードではあまり意味がないまあ魔王戦、大魔王戦と続く際には勇気はたまんないからですね。はい、戦闘開始時にたまるので、どちらかといえばこれが掲げるのは対人戦になるかもしれません。せーの、あーよいしょ。で、森レンタルのいいところ、森レンタル2な話になっちゃうんですけど、これはんー、ちょっとともぐい、それおー、危ねあの、森レンタル2に限っては、怪人率が高いモンスターが非常に多いんですよね。おーい、そいつ行くんかーい、なーって、挑発のところに、まさか。まあ、岩飛び悪魔の百裂ミンタ、シールド構造のビビリギリ、スライムのスラストライクとね、まあ、怪人怪人の話をしてんだ、こっちは。今、通行の話はしてねえんだよ。怪人の一撃が出やすい。かつ、まあ、勇気が溜まった状態から始まるんで、まあ、3ターン目にね、光の玉を使ってね、確実に勇気を貯めることもできますし、なんでお前そこ殴ってんのんで。なんでお前らそこな、ポコ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 と殴ってんだよ。判断力、お前らあんま良くないな。お前ら判断力あんま良くないだろ。ね、あと何よりさ、王道ですよ。森レンタルって、王道っぽくないですか？僕の中ではすごいなんか、王道感あって好きなんですよね、森レンタルって。ギガデイ打ちます。ただ、これ欠点がありまして、森レンタルの1の話はしてなかったですね。森レンタル1はね、主人公と組んでもね、特に意味があるわけでもなく、本当に魔物使いのみなんで、2に比べて構成の自由度が低い構成になります。森レンタル1も、同じですね。ちなみに効果は。で、個人的には組むんだったらね、2の方が圧倒的に組みやすいですね。主人公も大丈夫っていうのがでかいです、何より。はい。大丈夫かな、なんか痛恨地獄になっておりません。非常にまあ痛恨地獄となっております。あ、冷たい切るよ。まあ冷たい切るよ。終わるでしょ。終わる終わる、さすがに終わるで。はい、オッケーオッケー。だいぶ消耗してるけど君たち。いや、1回戦で痛恨の時期を受けすぎた気がする。このチーム、あー大丈夫、回復してるわ。よかったよかった、だいぶ回復してる。よしよしよし。まあ森レンタルのチームってモンスターマスターで組むとね、 HP がどうしても2500を切っちゃうんですよ2500を超えるのはかなり難しいっす。おしゃれ着があると変わってくるんで、おしゃれ着込みだったらもしかしたらいろいろできるかもしれないですね。はい。いや、でもなー、おしゃれ着ないと2400ですからね、このチームも。ひいひいもんですよ。ただもしかしたら、さっきもう言っちゃったんだけど、おしゃれ着込みで HP 上がるおしゃれ着もあるから、それと組み合わせて、森連のモンスターマスターはいけるかもしれないなっていう、ちょっと可能性はありますね。それにせよかったからで、今ね、ちょっとだけ後悔してます。おらまあ、今日はね、今のところまだ会心の一撃はこっちは出てませんね。通行2回出てますけどね。まあ、さりげに通行2回は出ましたけどね。うん。まあまあ、焦らず行きましょう。勇気が溜まりやすいという特徴はね、ちゃんと、活かせると思いますんで。あ、ヒャドダメ。ヒャドダメ。炎の選手いるんでね、こっちにはね、炎の選手がいるぜ。あれ？誰になった？炎の選手じゃねえな、それ。今の炎の選手ではないな、確実に。今回ちなみにモンスターはスライムと岩飛び悪魔はね、モンスターマスターの称号になって、炎の戦士のみマスターダブルスキャンしてる状態ですね。まあ岩飛び悪魔はね、二重称号がかかる、
森連の中で二重称号がかかるのは岩飛び悪魔だけだね。うん、他はみんな一つだからね。スライムが称号だけで丈夫強いんで、一つといえど。だから岩飛びちゃんは本当に優秀ですね。モンマスで使うになったら普通に使っても強いです。森連であるっていうのはね、いい利点ですよ。はい、森連のやつらもそんな弱い連中はいないから、ちょっと使いづらいのはいるな。ただ正直言いますと使いづらい連中はいますけどね。うん、さあ嘆きの亡霊ペチペチ行こうぜ、冷たい機械いってなんでだよ全然効かんことしたな、おらまあ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 、おー、あれされる、ミラクルフラッシュが決まった。あれ会心全然出さねえな。わ、続くぜこの動画まあでも森レンタル大魔王を倒したらちょっと感動もなんだよな、正直。いや、ちょっと夢ではある。あんま倒したことない気がするんだよね、動画上でも。あの動画でどうだったかな、ラプソーンか知らんけど、ちょっと倒させてもらうぜ。さあ、これによりとどめの地形を打ちました。ただね、あの森レンタル、さっき言った通りですね、別にこの勇気が初めから溜まってる状態あるじゃないですか。とどめの地撃打った後、このバトルロードにおいてはね、それ以降勇気が溜まってスタートみたいなことはないんですよ。まあ、つまり、ここまで来るとね、わかると思うんですけれども、もうここまで来るとね、ノー相性です。今からこいつらは。ただの相性ないモンスターが3体並んでるだけです。さあ、モノリーレンタルチーム、いざ行かん。行ってこいよ、お前ら。いけるぞ。素早く突死して、飛び上がる。イェイ。いやー、会心出してほしいね、君たち。会心率高いから、どんどん行こう。魔王戦に、大魔王に向けてね、勇気をガンガン貯めていきたいよね。会心も出して、行きたいところですが、まあ出ないところ。君たち、どうした？お前らどうした？動画回してるから、もうどんどん出さなあかんよ。なんで動画回すと急に君たち会心出さなくなるの？わあ、まあまあまあ。まあまあ、どれまでそんな火力高くないから大丈夫だよ。ちょっとね、会心をね、期待したいところですけど。みんな出していこう。まあ、一番打点が取れるのは、ね、炎の戦士。マスターダブルスキャンもしてるからね。いや、350だもんな。うん。力の数値が一番高いからね。ゴリ押しだもんね。力の高い。さすがに1050以上食らうことはないでしょ。さっきマヘドの食らいでもあれだし。うん。じゃあ、光の玉貯めて、悠長に構えて、終わらせましょう。ここまで溜まればね、だいぶ過剰なレベルまで溜まってるからね。なんだったら。はい、ビンタ！いけいけいけい！はい。はい、よいしょ！あー。まあ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 、スライム早いよ。うん、早いね。ミラクルフラッシュが決まったまだ動画で一回もこいつら会心出してない。おかしいな。会心出しやすいモンスターのはずが、お前ら一回も会心出してない。どうなってんだこれお前らもしかして会心出さずに終わんのか？え？あ？あ？なんか、言葉にしづらいタイプの相手が来たな。まあ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 、それでもね、火力は高いからな、ラプソン。実際火力自体は高いから、2466しかないんでしょ？削り切られる可能性は大いにありますね、これ。とりあえず、早めに打点取って、早めに飛び撃つだけです。こっちの勝ち筋は。頑張ってみんな！よいしょ！ナイスやったねようやく初回心、スラストライクさあ、みんな続いてくれ、いけいけ、みんな続け、よいしょナイスです。これはすごいぞ、熱いぞ。わー、ドルボーン来た。いやー、ドルボーン来ちゃうか。隕石落としたらよかったのに。これ、どんぐらい食らうんだ？こいつら無耐性だからね、ほとんど。結構食らうかもな。うわーちょ大丈夫か、大丈夫なのか。でも、いや、でもね、これ勝ったよ。正直俺思うもん。これ勝ったと思ってるもんね、自分。だって勝ったでしょ。なんでかって言いますと、次の2ターン目よ。おう、くら、3ターン目何くらおうがですよ。天使の打たれ勝ちなんですよ、この局面って。今からめちゃくちゃ攻撃外さない限り、天使の打たれ勝ちなんです。ラプソン君、ごめんね。天使の打たれ勝てるよ、もうこれ。会心で一気に、1ターン目の会心の打点でかすぎじゃない急にお前ら来たな。よいしょ気持ちいいよ。やっぱ会心の一撃は気持ちいいんだよ。このターンは別にそんな大した攻撃来ないんでね。このターンにババッと削って天使の歌を歌って終わりだと思ってますよ、僕は。さあさあ、打点取ってって。よいしょー、ナイスナイス、みんな出した。よいしょー、ナイスナイス、相手が来ちゃった。貯めとけよかったなぁ、勇気。皆さん見ました？このターン、この一勝負、このラプソーンという大一番、白目とはいえね。
大一番においてね、全員が会心を出す大快挙。もうこれいらんわ、 SP いらんよ。すげえ、みんな急に会心出したな。急にやる気がみんな満ちてんじゃねえかよ。まあこのターン1400食らうことはないでしょ。ない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 、ありえないもん。いくらなんでもありえない。なんでね、余裕ぶっこいて SP なんて使えません。手順はいりません。よく言ったな、急に来たな、君たち。なんか急になんかゴリラみたいになってきた。おーってなって、声出してこう、おーってなっちゃったもん。もう、会心打点強すぎなんだよ、やっぱ。やっぱ会心打撃が出やすいっていいよねって話よ。えい。はい、また勝ちです。何来ても大丈夫です。耐える自信あります。1400ですもん。無理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 。一番恐れてたけどね、メラゾーンは。あ、大丈夫だよ。炎の戦士いるもん。炎の戦士が経験してくれるから300弱ぐらい経験するからね。それはもう無理だよ。岩飛びちゃんバーンってなるけどね。岩飛びちゃんドン。300弱でもなんでもなかったわ。これが聖のバダンテです。はい。バーバラをどうとするならこいつは聖のバダンテ。決してあっちの聖ではないです。はい。まあさすがに白目だし勇気も溜まってたしね。どっちかっていうとこれモリレンのいいとこではなく、ただ単純に会心を出していたみたいな。モリレンの生きるとか対人戦みたいなとこあるからな。また大魔王フラット戦ってたまんのかな。さあ何も考えずにね、大魔王カードを召喚しました。でもこういう大魔王カード召喚とかだとフラットか、勇気がフラットから始まる仕様上ね、ズルができないわけじゃないですか。ここでね、初めに森入れたら勇気が溜まってるのは生きてくると思っております。そして挑むのは大魔王ゾーマ。僕何も考えずにスキャンしたんだよね。なんか強い系の魔王がいいなと思って。さあまずここの白目を超えましょう。赤目までいけるでしょうか。期待できますね。笑ってもってるやん。ゾーマってなんだかんだ僕さ、フッフッと討伐してるけどさ、実際呪文に無耐性のようなモンスターが突っ込むと結構広い目になってます。僕も初見の頃ね、ゾーマに挑んでボコボコにされましたからね。まあ本当にえらくボコボコにされたんでね、ちょっとその悪夢が蘇ってきますが、さあ勇気を溜まりやすいね、このね使用を生かしてガンガン勇気溜めて、マジックバリアを使う余裕があるかもしれない。3ターン目までにね、光の玉使ったりするのがベターっちゃベターなんですけど、普通のチームだとね。あ、サイキャに逃げてくれるのありがたいね。これマジマしよっかな。あいたーし。まあ、止まってないで大丈夫だ。どうしようかな。次のターンマジックバリやってる手もあるな。これね、マジックバリ使った時ね、ためるされちゃうとな。それなんだよね。それがちょっときついね。ねえ、どっかの動画ではさ、マジックバリアもヘッタクレもなくね、ポンポンと飛ばせたんですけどね。全くダースダゴンたちは最高だったんだよね。いや、まあそうね。それで当たり前になっちゃったから、ゾーマって白目ゾーマなんでポンポン討伐できるじゃん感覚があったんですけど、意外とこういうモンスターたちで行くとね、ゾーマは思い知るよ。めっちゃ強いって。さあ、マヒャド狙いでいきます。マヒャド1点狙いのマジックバリア使用しました、今。まあとりあえず打点をね、稼いでいかないとね、打撃弱点だから通る通る、大丈夫大丈夫。うん、打点は大丈夫なはずなんだ。ただこれ4ターン目まで耐えないとダメなのかな。よいしょ。いやー、会心ちょっと出してほしいね。勇気がたまんないぞ、これ。どうするどうするどうする。よし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 、1点読み成功。これでかいっす。ここの1点読み成功はめちゃくちゃでかい。まあ、貯めるだったらちょっとやばかったね。次の地獄スパークとか引いて、さよならっていう可能性はあったからね。ここまで一応、かなりいい流れ。順調な流れ。さあ、今からね、パワーアップ。低い行きます。いけ低いや。そりゃそうだろうな。まあ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 。いやー、どうなんだろう。3ターン目。いや、これ耐えれんのかな、ゾーマの魔法力。いけ、よいしょー、ナイスー、素晴らしい。このターンに勇気は溜まりそうだけど、打点が足んないね。たとえ会心会心でも打点が足んないんだね。会心開始でも打点が足んなくなっちゃったか。まあ、おしゃれ着があったらこれは圏内だったんですけど。まあ、ここは仕方ない。3600しか削れんで。まあ、ここはね、様子見ですね。いや、大丈夫かな？ジオスパークとか食らった時やばいか？再キャノン！おお！全然引かないなあ。でも、こうやってゆっくり詰められる方がやばいんだよな、正直。正直、このゆっくり詰められる方がやばいかもしんない。4ターン目は凍てつく波動の可能性があるんですよ。で、このチームたちってみんな早い方なんですよね。岩飛びちゃん、炎の戦士、スライム。で、こう凍てつく波動されて、最後に、徐々に削られてしまうっていう方がきついかもしれないね。あ、早いね。
とりあえず炎の選手が500ぐらい食えるの目に見えます。耐えるかな、大丈夫、耐えるんですよ。ゆとみちゃんいるんだよ。うわっ、なっけ、危ねえ、危なかった。500も食らわなかった、よかったよかった。どこだったっけ、なんかどっかの方からめっちゃ速かったけどね。よく耐えたな。ちょっと正直にね、ゾーマの行動が良かった。3ターン目がジゴスパークだったらやばかったね。今回はね、多分ね、理想行動を引き続けた。こんなところに運使っちゃったよ。いざギガブライフって。さあゾーマよく倒したな、白目ゾーマ。でもいや正直フラットの状態で僕この森連で行ったわ、うん。さあここまで来たらいけるか、赤目ゾーマ。来ました。私にとってはちょっと因縁が結構あるんですけどね。さあ行きましょうか、森レンタルチーム新ゾーマに挑みます。まさかここまで来るとはな。いや残念なのはね、森レンタルチームの初めに勇気増殖あったじゃないですか。長いですね、やっぱ連戦扱いになって勇気が上昇してないわ。とりあえず使います。さすがに使わんと現実的じゃないんで、はい。光の玉ぞ、いらんはバカタレと言わんばかりにね、討伐した昔の動画があるんですけど、このチームでそうやるのはね、もう無謀とかいうレベルをね、はるか通り越していますんでね。行きましょう。恐れるは死者の呼び声。マヤドもやばいな。死者の呼び声さ、ワンチャン、このチームなら、誰でも避けそうな可能性があるから、1キロに入れば、まあ、かなりいい感じになりそうだね。あとは、打点がちょっと取りづらくなってるって点かな。炎の戦士が、炎の拳で弱点取れるはずだから、あとは、岩飛びちゃんとスライムは会心狙いって感じだね。いけいけ、よいしょ、いいいい打点で出てる、400出てる、400出てる、いいよ、いいよ。しっかり、しっかり当たれば大丈夫だよ。頑張れ、頑張れ、下克上だ。下克上って言葉知ってるか、ゾーマ。ごめんなさい、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 下克上しようとしたの、僕は間違いでした。やばい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 、やばいやつきだ。誰避けれる、岩飛びちゃん、岩飛びちゃん、岩飛びちゃん、わやばいやばいやばい、すいませんやばい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 、めっちゃやばいやばい、よけよ、炎選手よけれる、炎選手よけれる、よわ、炎選手わーよけれるよね。きつくなっとる。早くも 1400HP のね、半分以上 60% ぐらい持ってかれました。やばいな。まだでもね、まだ諦めないよ。まあ死者の呼び声引いてもまだまだこっからあるかもしんない。いやーまあでもね、いてつく波動を引く可能性もありますからね。いや諦めないよ俺は。いやー会心ちょっと急にへたれてきたね君たち。おおすいませんすいません、ええ死ぬの、え死ぬの、魔界の豪華来たけど、え避けて避けて避けて、避けれる、避けれます、ピロリ、あー誰もピロない、ひー156、追い詰められてる、早くない、追い詰められるの、え追い詰められるのクソ早いんだけど、ナイ ナイス。まだまだあるぞ、ネビラで行こう。このターンに勇気たまるんですよ。ゾーマの先手性一波とか引いて、あれこっちが打点取れれば一気に攻めれるかもしれない。そうこれでとどめ圏内乗せれるから、ちゃんと当てれば先制一波とか引いて、あーなんで、いやー意味ないと思う。あー先制一波され、もう機会も失ったか、焦ったか、さすがに早計だったか、この判断はやばい。おいてつかど、おあるぞ、炎の戦士、炎の戦士にね今全てがかか、あいやいや俺勇気たまんないわ、早計だったかな、さすがに早計だったかな、その判断は。つい攻めの判断に行っちゃったけど、ここに会心出せばさ、ワンチャンたまんじゃねえかな。いや、さすがにちょっと足んないか。いや、そもそも会心出てねえわ。ああ急いちゃった。これだったら4ターン目なんかあったって、まだ。やりようがあったって、ね、マヤとか死者の呼び声だけど。やばいなー、なんかこっから策ないかな。死者の呼び声引いて2回避けならあるか。何パーだ、その確率って何パーだ。よくわかんないけど、その確率で何パーですか。マヘドとシアルのタグですよ。でも、ここで避けたら熱くない。
小さな指が引いて2回避けたら熱くない？動画的にもさ。ねえ、ちょっと今回このチームなんかちょっと運が向いてないと思うんですよ。返しに出ないとかさ。ほら、来た来たが避けるんちゃうか。ピロリも今日してないからね。ナイスって言ってピロリってジャンプの交換を入れてないからね。そろそろジャンプの交換を期待したいところ。よろしくお願いします。不調やな、このチーム。動画、裏だったらお前ら返しもっと出してたじゃん。何してんだおめえら。